とはね、やっぱね、ハーレー斉藤選手。ああ、ハーレーさん。ツアーになったんですごい、はい、伊藤道場の時かな。はいはい、昔からね、うん、結構可愛がってもらってね。はい、前川さんね、すごい可愛がっていただいてたので、うん、よく前川さんに連れてってもらって、うん、それでそのつながりで、やっぱ、はい、立野さん、ハーレーさんに可愛がっていただいたなと思ってて、うん、一緒にやっぱご飯行かしていただくと、うん、なんかさ、すごい、もちろんあのお代全部お支払いしてくれて、うん、いいから、そういうのは今度お前が後輩できたら、同じことを、それ後輩にやってやればいいんだよって言われて、うんうんうん、だから別に気にすんなよみたいな、はいはいはい、かっこいいなと思って。良き先輩後輩のあれだよね、なんかね、うん、いつかお前の出番が来るからみたいな、うん、でその時に後輩に怒ってやれよみたいな。